平田蘇我山古墳は、高知県宿毛市平田町庫内にある古墳。形状は一説に、前方公園墳。宿毛市指定史跡に指定され、出土品は、宿毛市指定保護有形文化財に指定されている。前方公園墳とすれば、高知県唯一になるが、現在では、墳給はほぼ失われている。高知県西部、平田川左岩の標高。 約20メートルの丘陵端に築造された古墳である。平田川対岸には古墳時代前期の直径約18メートルの円墳2期も知られ、本古墳はそれらとともに平田古墳群を形成する。1948年の平田中学校建設工事に際する同郷等の湿度により発見されたもので、発見以前には蘇我山という球場に蘇我神社が祀られ、 その社殿東に円球がある状態であったという。しかし発見時にはすでに工事の溜めため台部分が削り取られた状態で、現在ではほぼ消滅している。噴景は一説に前方五円形とされるが、否定的な見解も強い。噴球長は推定復元で110メートル。主体部の埋葬施設はすでに失われており、発見時には石室はなく木管が存在したと伝わるが、 粘土核化か木炭核化か等の詳細は不明。出土遺物としては、銅鏡、鉄拳、弾きがある。この平田蘇我山古墳は、古墳時代中期の5世紀前半ごろの築造と推定される。平田古墳群としては、高岡山1号墳、高岡山2号墳、蘇我山古墳の築造順に位置付けられるが、蘇我山古墳以後の変遷は明らかでない。被葬者については、本古墳が、 旗地域を代表する古墳であることから、初代旗た国像の転換重ね命に推定する説がある。なお、高知県では前期、中期古墳は、旗た国像の領域のみに分布し、後期古墳を主とする土佐国像の領域ではほぼ見られないことから、大和王県への服属は、旗地域から始まったと推測する説がある。1957年に、古墳域は、 スクモシ指定史跡に、出土品は、スクモシ指定保護有形文化財に指定されている。古墳からの出土品は次の通り、現在では出土品は、スクモシ立スクモ歴史館で保管、展示されている、所在地関連施設周辺。ありがとうございます。